です。同じ愛媛出身なので、ぜひまだ頑張ってほしいと思いました。先ほど村選手がここで試合、中井選手と向き合った時にこう何をしていいか分からなくなってしまったということで、村選手でもやはり若いのに強さを感じたということですか？キャリアからして本当にとても強かったと思います。じゃあ今後またこう伸びていった村選手と対戦してみたいと思わせる選手ですか？それは考えておきます。はい。ライジンの舞台はどうでしょう？ライジンの舞台はとても設備とか、演出とか素晴らしいと思いました。今後もライジンには出場したいです。それは考えておきます。考えておきます。ありがとうございます。はい。他にご質問のある方よろしいですか？試合後にパンクラス参戦を望んでたんですけれど、呼びかけたんですけど、それはこう意図というか、もっとこう女子選手を盛り上げたいという気持ちでしょうか？あれは、はい、酒井代表に言ってました。これからはその先ほど目標は陸上ではそれほどというふうに言ってましたけど、世界の舞台も含めて同じ階級の選手とどのように戦っていきたいというふうに考えてますか？今先のことはまだわからないですね。試合が決まりましたら、誰とやりたいというのもありませんし、決まったら、勝てるように練習するだけですね。他にご質問のある方。Thank you for being in.Murata trained outside in Japan to this fight, had a summer camp in the United States, I think. How do you think is her evolution? Because you have a lot of experience. And also, I had a second question. You work a lot in defense, but also you try to strike too much.I guess her. Do you think is going to be well too? Striking in boxing, but like he had a lot of punches. Is it going to? The second question is how she think about his performance, especially when he's striking. Yes. Yes. Yeah.2つ質問があるんですけれども、1点目勝利おめでとうございます。で、村田選手なんですが、今回の試合の、練習のためにですね、日本を離れ海外で、おそらくアメリカだったと思うんですけれども、練習していらっしゃいました、キャンプをしていらっしゃいました。そういった、ところからですね、かなり、彼女がどれぐらい進化してきたというふうに感じられましたでしょうか、というのが一つですね。それからその打撃の強さというところがあると思うんですけれども、そちらに対してどのような練習をしていらっしゃったでしょうか？2個目の質問が分からない。 The second question is aboutHow she practiced against Murata-san's striking, yes, yes, right? Yes. そうですね。村田選手が非常に、打撃が強いというふうに認識しているんですけれども、それに対してどのような練習を積んでいらっしゃいましたでしょうか？打撃が強いと思ってなかったですね。彼女はレスリングがすごく強くて、打撃は弱いというか、そんなに強くないと思っていたので、逆にすごく見込み違いで、すごく思ったより強かったので苦戦してしまいました。だからアメリカでの進化はそういうことだったんでしょうか？
アメリカでの進化はちょっとよく分かりません。ありがとうございます。最後に写真撮影を行います。